こんにちは、つちのこです。いやーほんとね、いやほんとアドバイスくれるみんなにね、感謝しかないですね。もう親身になってアドバイスしてくれてるのがわかるので、僕もね、本当に上手くなろうと今すごくね練習してる最中です。ただ今回もですね、また持ち武器ではない武器なんですが、一緒にねタッグやってくれる人が、まあ、リールガン使いなので、リールガンをね教えてもらいながらやってみようかなと思います。でまず感度をねマイナス1に下げました。他の実況者さんや、まあ、サイト攻略サイトみたいなやつで感度はね3とか5がいいみたいなのを信じて、まあ、3とか5にしてね、めちゃめちゃブレブレ、もうみんながね酔ったとかいう書いてあるのがちょっと心苦しかったんだけど、めっちゃこういう風になんかブレブレしちゃってるので、感度をねマイナス1に変えて今練習してる最中です。これリールガンはエイム合ってないと本当倒せないんでね。僕は昨日ね縄張りをちょっとやってたんですけど、全然ブレブレでね倒せませんでした。こうちょっとこういい感じにエイム練習してね、ちょっと慣れて、これでリールガンで、また持ち武器ではないリールガンでね、全然ねこのシャワーもうまく使いこなせないでしょうけども、またねみんなにもアドバイスもらいつつ、いろんな武器をねしっかり使えるようになりたいので、まあ、今日はねリールガンチェリーでガチマッチやっていこうと思います。それじゃあ行くぜ。使う武器は H3 リールガンチェリー、バリアとねシャワーですね。そして頭に攻撃で、服は一足、そして安全靴、まあ、一足がねリールガンいいみたいなんで、ちょっと動きつつ、バシバシっと、決めていくみたいな形でいきたいと思います。さあ今回は竹春くんと一緒に A+A のメンバーでいきたいと思います。大丈夫かな、ドキドキうわ緊張する、ちょっと相手の腕前も落ちちゃうっていうのが緊張するね。よし行きますよ。よしよし、いいぞ。 B と A 隊ですね。ここはちょっと頑張っていかねば。僕言ってもリルガンジェリー全然使ってないので、かなり立ち回りヘボいかもしれませんが頑張ります。うわドキドキする。わあ、3系スコープですね。そしてスプラチャージャー、よし頑張っていきましょう。さあまずナイスを押して、よし行きましょう。ちょっととりあえずまずは塗っていく。よしちょっとあれを意識して、まあ、ちょっととりあえずまずは塗る。おっとっと、うわマジかちくしょう今の降りるの良くなかったかな。中距離射程なんで、ちょっと間を空けた方がいいんだよねきっとね。あんな不用意に落ちちゃいけないよねきっと。よしよしよし、とりあえずエリア確保した。よしいいぞいいぞ。おっと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 、ぶんね。おっしゃしゃ、ナイスいいぞ。よしバリア入った。バリア入ったら結構あれだよね、しっかりちょっと安全地帯にいつつ、今いるな、これ後ろにいるっしょ。あやばい、うわー確保されちゃった。怖っ、うわマジかちょマジ倒せないんだけどもうやべ、これまた笑われるわみんなにみんなに笑われる、これ倒せないんだけどマジで。やられないことをまずちょっと重要視する。よしよし、カウントストップさせて、やばい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 、ちょっと待って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 、もうマジ倒せねえんだけどやべえ、なんだこれ、どうなった、やっちまったなやっちまったなこれ、恥ずかしすぎる。いやーマジちょっと
とやべえぞ。うわあ、エイムが合わなさすぎる。うわあ、ちょっときつい。やっべえ。ちょっと厳しいな、ちょっとひどすぎた。恥ずかしい。やばい、ちょっとこれはまずいぞ。あー、ボタン押せなかった。くっそ。うわー、うまい。ちくしょう。うわー、うまい。さすが。もう難しすぎる、あんな近くいられたら。やるなー、分かってるね、武器の特性を。いやー、やっちゃったなー。よし、ちょっとね、カーボンに、一応持ち武器のカーボンにして、やっていきます。いくぞ。攻撃、恨みかな?マーキングガードか恨みどっちかで、安全グッズでいきます。ここはね、捨てちゃんいらないと思うんで。さあ、頑張りましょう。よし、行くぜ。よく見ていこう。よし、いいぞ。横からのキル、悪くない悪くない。これ塗っとこうね。竹原くんからのアドバイスでしっかり自陣を塗ること。あー、来たね。あー、ちょっとやばい。ブブ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 。わー、マジか、投げられてた、気づかなかった。ここは飛んでいこうか。相手のチャージャー長射程じゃないもんね。チャージャーいなかったっけ。よし、ちょっとここぐーっと回って、おっと、よっしゃー。ちょっと危ねえなこれ。あくっそ。やっちまった。あ、これ危ないな。これは行かずに、飛ばずにしっかり塗っていきましょうね。よし、よし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 。無理して攻めない、無理して攻めないぞ。左からブラスターが飛んできてる。あ、ブラスターやっつけてるね。でちょっと食いぼでちょっと爆撃をしてクリアリング。よし、後ろから。いいぜ。またこう同じとこからいるなこれ。よし、よし、いいぞ。しっかり塗る。おっと、なんだあれ、ロンブラ。ちょっと綺麗に塗っとく。みんなが動きやすいように塗っとく。あ、そうだ、すっかりあれを忘れてた。あー、しまった。ちくしょー。よし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 。ちょっと待って、これ後ろから来てるでしょ。あ、やばいやばいやばい、ちょっ
ってますよ。よし、どこにいる？こっち塗っとこう、ちゃんとちゃんと塗っとく、塗っとく、しっかり塗る、ここも封じとく。どうなってる？どこから来てる？しっかり防衛するぞ。あれか、ほいイエーイ、やりました今回良かったんじゃない？やっぱ持ち武器だからね、しっかりみんなのアドバイスを参考に立ち回れた気がするそれでも僕全然キルしてねえな。またちょっと仲間に恵まれてるか、まさか。バシャバシャやって、あーもう終わっちゃったおい、ちょっと味方運に恵まれすぎだな。あ、さすが S プラスの人がもう速攻突っ込んでったね。やべえ、反動で落ちたんだけど反動で落ちた撃った反動で落ちたわ恥ずかしい今のひどい。ちょっと待って、落ち着け。よし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 、わあ嘘、なぜ嘘でしょなんで不安定、なにこれ。さて、あーまた肉じゃがさんまた肉じゃがさんがいるぞ。肉じゃがさんのカーボうめえからな。ショータイムだもう、もう難しすぎる、あんな近くいられたらやるな、分かってるね武器の特性を。アンチョビ頑張ります。わー肉じゃがさん、今度はバケットスロッシャーか。あ、やべ、恥ずかしい今の外し方恥ずかしい。やべ、これあれ動きうめえからな、あの人な。よし、よしよしよし、いいぞいいぞ、降りてきたのしっかり見てた。ああなるほど、よし、肉じゃがさんの前回肉じゃがさんのカーボンにやられたけど、今回いい感じだぞ。肉じゃがさんを2回倒したぞ。よく落ち見ろ、これもうこっちいると思う。あー、よっしゃよっしゃやりました、ノックアウトで勝てたぜ。次はサブインク効率をね、ほんと 1.3 欲しいんだよな。いつかこうダウニーガチャを回したいですね。相手 S と S プラ、 A プラばっかりだからね。いいよいいよ、格上格上相手。おいおい横あ、横から、おっとよし、ナイスいいわ。僕最高がね A の60いくつなんで、もうすぐですね腕前最高まで。よしよしよし、いいぞ。もうさすがリスキルに入ってたのかな、ブラスターか。よしよしよし、でかいでかいでかい、
これはでかい。今自分でナイス、自分にナイス。今ちゃんとクリアリング、もう絶対相手に取らせないぞ。しっかりと、よし。あー、ここ、よっしゃ、いいぜ。あー、来てる来てる来てる、逃げろ逃げろ。インク回復、よし、エリアエリアエリア取った。もう何言ってるか分かんない、自分で目まぐるすぎて何が起こってんのか分かんねえぞ。よし。やべえ、連勝街道が止まんねえぜ。やったー、これもう最高腕前更新したぞ僕。いやー、やっぱ味方が強いっていいね。あゆんさんが頑張ってくれましたね。一番 B の人が活躍、あ、サブアカ様がいらっしゃいましたね。ありがとうございます。相手の方が思いっきり倒してるよね。いやー、やばいな、なんか勝ち続けると勝つね、スプラって。やばー、おい、 A プラスいっちゃうぜ。さあ行きましょう、頑張りましょう。マヒマヒリゾータンですか。行きましょう、頑張って。またなんか手が滑っちゃった。オープン。ちょっと待って、ぶつかった今。悲しみの声と。今ジャンプ中に事故が起こったんだが。今の僕よりおかしくないよ、ジャンプ中の事故だから。おいおい、そんなとこ歩いてくるか普通。えい、あはしまった、横から横から横からチェイスだね、これ横からチェイス戦法だね。はい、はい、勝ち。うわ、来た来た来た。はい、あ、くそ、バリアか、逃げろ。よっしゃ。おい、めっちゃ勝てるんだが、なんだこれ、負けないんだけど、エスプラ楽しすぎるんだけど。いや、エスプラと A、S いてだよ、相手。やった、 A プラス上がっちゃった。わあ、結構 S や S プラスの人が多くなってきましたね。もうぐるぐる回る、あ、いる。おー、突っ込んでって死んでるぞ、誰か。ナイス。いや、勝てるね。なんだこれ、やめれないんだけど、勝てすぎて。やっべえ、 S プラスの人が仲間だったんですね。あの S プラスの人のおかげだっていうことがよくわかりました。ダイなのか、うわー、バカやった、突っ込んじった、突っ込んじった、突っ込んじって、スプラスコープでやられたんだ。バカ。後ろ見てやられちったよ。あー、後ろだった。あー、これはやばい、やばいやばいやばい、圧倒的な塗り圧、これをちょっとどうにかするにはどうしたらいい。もう、おー、でもエリア確保して、ちょっと僕が何もできてねえな、やべえなこれ。うわ。僕があの横からやるぜって言った瞬間のあのダイナモの振り、あー、負けてしまった、とうとう
やられてしまいましたね。ということで今回はねここら辺で終わると思います。一応負け終わりにしようかなと思って、だいぶ勝って、やっべ僕のちょっと何にもできなさが最後浮き彫りになってしまったところで終わりたいと思います。なんとかまたねちょっと縄張りで練習しつつまたね、S に向けて S の力を身につけるべく頑張っていきたいと思います。それじゃあ今回はね竹春くんとタッグで、一気にね最初のリールガンのね失敗が嘘のように、カーボンに変えてからね勝てるようになりました。次もねタッグの人に、武器をね教わったりしつつ、持ち武器のカーボンを織り交ぜつつ、楽しくね頑張っていけたらいいなと思います。ということでよかったらまた次も見てください。それじゃあ土の子でした。